ソーントンは、アメリカ海軍の駆逐艦、水上規模艦、クレムソン級駆逐艦の一隻艦名は、南北戦争で活躍したジェームズ・ソーントンと、ライアン・ソーントンの兄弟にちなむ。その名を持つ艦艇としては、水雷艇の初代に続いて2隻目。ソーントンは、マサチューセッツ州スカンダムのベスレヘム造船で1918年6月3日に、寄港し、 1919年3月2日に、マルシア・ソーントン・デイビス夫人によって、浸水、艦長、AG スティアリング中佐の指揮下1919年7月5日に、収益する。春工後、ソーントンは8月26日に、ヨーロッパに向けて出港し、アゾレス諸島を経由して9月15日に、ジブラルタルに到着した。1919年の残りの期間は、 大西洋岸及び地中海の諸港への訪問に当てられた。1920年2月12日にボストンに戻り、3月27日に太平洋方面に向かうまで停泊する。メキシコ湾沿いのいくつかの港を訪問した後、4月30日にパナマ運河を通過。メキシコ西岸沿いを北上し、サリナクルス、マンザニル及びグアイマスに寄港。5月27日に、 サンディエゴに到着し、2年もの間はカリフォルニア沿岸部で行動した。1922年5月24日、ソーントーンはサンディエゴで予備艦入りし、1920年代の残りの期間と1930年代を予備艦として過ごした。1940年5月25日、ソーントーンは最終駅するが、もなく水上への改装が行われることとなり、 6月24日に、ベスレヘム造船サンフランシスコ造船所に開港される。8月2日付で類別が、アベドマイナス -11 に変更され、改装工事は1941年初旬に終わった。ソーントンは1941年3月5日に、艦長ウェンデルエフクライン少佐の指揮下で、水上規模艦として収益する。4月8日に、サンペドロで、 太平洋艦隊司令長官ハズバンド、キンメル大将の巡視を受けた後出航し、10日後に、真珠湾に到着した。1942年8月までは、真珠湾を根拠地とし、16ヶ月もの間に1941年12月7日の真珠湾攻撃を挟んでミッドウェイ島、ウェイク島及びパルミラ艦渉といった第14海軍区間滑内の、 当初へ頻繁に公開した。新珠湾攻撃時、ソーントーンは潜水艦基地に係留されていた。7時56分からの日本機の攻撃に対し、ソーントンの乗組員は4名の予備将尉の指揮の下で2分と、経たないうちに迎撃体制を整えた。乗組員は、使用可能なすべての兵器、50後継機14門、ルイス形機艦13丁、ブローニング13丁、 三十後継機銃、そしてスプリングフィールド銃で日本機を迎撃。ソーントンは、両艦ハルバートは、第一次攻撃では日本の来撃機の目標にされ、9時10分頃から9時17分頃にかけての第二次攻撃においても近くの給油艦、ネオショーと共に攻撃にさらされた。幸い、ソーントンでは攻撃による死傷者は出なかった。真珠湾攻撃の後、 ソーントーンは、バラードと共にフレンチフリゲートゼに進出して、偵察機のための支援艦となる。1942年3月3日夜に、日本海軍が実施した、警察船において飛来してきた西式大帝の首相を推測した際に、フレンチフリゲートゼが怪しいと眼目をつけた者がいた、ため、急遽艦艇と若干の陸上部隊を派遣したことに、伴う行動であった。 1942年6月のミッドウェー海戦の後、日本軍に占領されたウェイク島を除く第14海軍区間活内の当初への航海を再開する。ソーントンは1942年8月25日に新珠湾を出港して北に向かい、8月30日にコデヤックに到着。次の2ヶ月の間、第8任務部隊に属してアラスカ方面で行動。 秋に入って、コディアック、アッツ島及び、チェルノフスキー島方面を警戒した後10月21日に、コディアックを立ち、真珠湾に向かう。10月30日から11月10日まで、真珠湾に停泊した後南太平洋に向かい、フィジーのスバ、フナフティ島、サンタクルーズ諸島のバニコロ島を経て1943年7月18日に、エスピリトサント島に到着する。 しばらく停泊の後11月11日にガダルカナル島に向けて出港11月13日から15日の間は水上規模艦シャンデラーを護衛した南太平洋での任務を終えた後ソーントーンは西海岸に向かい1944年2月5日から8日まで新自湾に停泊した後2月17日にメアアイランド海軍造船所に到着して10ヶ月に 及ぶ大規模な修理を受けることとなった。12月3日、修理を終えたソウントンはサンペドロを出港して西に向かった。12月下旬から1945年2月までは真珠湾に停泊し、2月22日に来る沖縄戦に備えるため真珠湾を出港する。3月にエニウェト区干渉とウルシー干渉に立ち寄った後、沖縄近海に向かった。 4月5日、ソーントーンは、沖縄南方で、南部攻撃部隊の偵察軍の一置艦として、行動中、北緯24度24分統計128度58分、北緯24.400度統計128.967度、24.400128.967の地点で、給油艦、アシュタブラ及びエスカランテと、相次いで衝突。ソーントーンは、右舷側に、 大きな損傷をこむった。4月14日に栄光されて、ケラマ諸島の白地に到着するが、4月29日に、至って、ソントンを放棄する勧告が出された。ソントンは必要かつ転用可能な物資や部品を確保した後、ハルクとして浜辺に座礁し、放棄された。その後、1945年5月2日付で、退役して8月13日付で除籍 ソントンの戦隊は1957年に廃用となって琉球政府に遺憾された。ソントンは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。